ゆうごきん TV エビデイ、ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは新潟センズリ&クリームチーズ味。この間新潟行ったからっていうわけでもなく、新潟の自分へのお土産でもなく、高円寺の東急ストアにたまたまあって、クリームチーズもセンズリ味も好きだから、辛いやつでしょ、センズリ、缶ズリかどっちでもよくねえわ。まあまあね、食べてみましょう。どんなんかな。あー、赤くて美味しそう。香りはチージーだね。いいんじゃないかな。最後の一滴まで私は使うタイプだからな味が薄いことが嫌だからな。適量で作ってくれた大人の適量に対して。でね、これをさ、さっきパッケージ見ても気づいちゃった。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わーいだよ。あのね、くるみ&白ごま&青ネギのトッピング付きって書いてあるんだけど、前も言ったかな、僕、ピーナッツとかマカダミアナッツとか木の実があんま好きじゃねえだよね。最悪さ、このネギのこれはあるだけど、まあ2色あるうちの1回だけちょっとくるみありで食べてみよっか。まだかけてないけどね。木の実の中でまだ食える方なんだけどね。ピスタチオも食べれるし、でも好ましくないんだよな、木の実の味って。前世がリスに何か嫌なことされたのかな。まず珍しくトッピングかけずにシンプルセンズリ&チッククリームチーズ。うん、美味しい。うん、チーズ味、チーズ味でどこか辛いような。缶ずりってもともとなんだっけ唐辛子をどうしたものだっけ。テロップ入れよっか。なんか発酵させてるような気がするんだよな。唐辛子となんだ原料知らない。くるみが、まあ、ちょびっとだけ入ってるね。安物だから、ケチケチってあんま入ってないから、むしろ僕には好都合。くるみバージョン。まあ、食えるな、これぐらいは。いけるかな？あ、飛んじゃった。くるみの大きさがちっちゃすぎてくるみとして認識できないぐらいだ余裕だ。うまみ、チーズうまい。僕は具が欲しいタイプだから本当は。ソーセージがベーコン炒めたの、次回は入れちゃおう。今回はね、
別に頭にはあったし、今冷蔵庫に食材もあるけど、あえてシンプルにね、実力を測ってみたわけで、美味しいこれ。うん。今日の体調がいいのかな。すげえ美味しく感じる。みんなに超勧めるほどではないかもしんないけど、僕はもう一回買うかも。あ、でももう一食あるからな。そこで審議を出してもいいんだけど。ってぐらい美味しいよ、今。うん、うめい。なんだろう、珍しいよ。あんまり認めない私が。ちょっと辛くしちゃおう。もうちょっと少ないから。まあまあ。お茶、冷たくて美味しい。辛くしたらどうでしょう。もともと缶ずりが入ってるのね。うめえ。辛くすりゃ何でもうまいってだけな部分があるけどね、私は。化けたな。うめえ。これはとても、うまっ。味が新鮮だからかな、食ったことなくて。なんかうめえな。やったね。うん、なんだろう、いいよこれ。発酵食品、発酵食品のコラボだからかな。あー、くるみを感じる。あんま好きじゃない。うん。ごちそうさまでした。梅味、ペロリですよ。美味しかったな。おそらく。二度買う。SB さん、新潟センズリ&クリームチーズ。食べてみてね。登録してね。